こんにちは、こんにちは。おつみーたん、おつみーたん、お久しぶりです。全然配信できてなくてすいません。おはみーたん、おはみーたん、おはみーたん、おつみーたん、ありがとうございます。みーたん推し、ありがとう。急に始めてたくさんありがとうございます。久しぶり、久しぶり、ありがとうございます。めっちゃみんな久しぶりかもしれない。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。具合大事。そう、卒業式の次の日から体調を壊しちゃって、卒業式の次の日配信やりたいなと思ってたんですけど、体調壊しちゃってできなくて。かわいさん、ありがとうございます。おつみーたん、おつみーたん、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。ちょっとテロップ出します。あ、やばい。ありがとうございます。卒業おめでとう、ありがとうございます。あ、そうだ、テロップに卒業のことも書きます。書けるかな。ありがとうございます。おつみーたん、おつみーたん、昨日公演お疲れさん、ありがとうございました。中学卒業おめでとう、ありがとう。卒業しました、無事卒業しました。風邪って聞いたから、そう、風邪ひいちゃ、なんかね、風邪ひ、なんか鼻水と喉が痛いのと関節が痛くて、それで病院行ったんですけど、でも熱はないから風邪で、で次の日お腹痛くなったし。こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです、ありがとうございます。ありがとう。狼とプラザめっちゃ可愛い、ありがとうございます。嬉しいです。卒業おめでとう、ありがとう。元気になって、そう、よかった。本当にね、めちゃめちゃ不安で、昨日の公演までに絶対直したいと思ってて、よかったです。今日も美女ありがとうございます。中学校卒業おめでとう、ありがとう、ありがとう。洋服めっちゃ、そう、可愛いですよね。ありがとうございます。いただいて本当嬉しい。こんにちは、ひらがなみゆちゃん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。みゆちゃん今日も可愛いね、ありがとう、ありがとうね。ほらほらって、卒業おめでとう、ありがとうございます。卒業しました。初見です、でよかった。初見じゃないですよ、ちゃんと日にちは経ってるけど覚えています。配信見るとビジョンになって、なんかね、化粧ちょっと変えたんですよ。またラメをたくさん入れて、上のアイシャドウあんまり塗ってなくて。おはみーたん、おはみーたん、おつみーたん、おつみーたん、卒業おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、こんにちは、こんにちは、卒業おめでとう、ありがとうございます。あなた体調だね、体調今は大丈夫ですよ。全然、公演よかったよ、ありがとう、ありがとうね。ギフトありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんにちは、みーちゃんこんにちは。ナイスタイミング、今さっき、お、本当ですか、ありがとうございます。久しぶり。みーちゃんとほぼ同時にあおみさんが配信、本当に、本当にすごい、めっちゃさ、偶然で、奇跡じゃん、運命だよ。嬉しい。なんか配信もそう、ずっとできなくてすいません、本当にね、すいません。こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。おつみーたん、明日は高校の卒業式。あ、そうなんですか、悲しいですよね。久しぶりです、そう、久しぶりなんですけど、ありがとうございます。おつみーたん、今週末にね、めっちゃ楽しみ、楽しみです。結構体調崩すの、そう、結構体調崩すんですよ。うん、ね、崩しちゃうと、結構あれで、なんか昨日公園でユニットのミサイルを後ろの方の、本当ですか、ありがとうございます。嬉しい、ユニットありがとうございます。お、ゲストもたくさんありがとうございます。配信も、お、ありがとうございます、ありがとう、昨日もありがとうね、ありがとう、嬉しいです。ヤッホーヤッホー、ありがとう、久しぶり、いつ見ても可愛い、ありがとうございます、ありがとう。毎度みーたんチェック柄可愛いですよね、これいただいたんですよ、プレゼントで、嬉しい、ありがとうございます。ハートのギフトありがとうございます。おつみーたん、配信来るたびに綺麗な髪に綺麗な姿、本当ですか。ありがとうございます。はみーたん、卒
卒業証書も写真めっちゃかわいい。あ、本当に本当ですか、ありがとうございます。ブログとかにね、モハメとかに載せたんで、うん、見てください。これから JK、 そう、これからはね、キラキラ JK になります。イエーイ。こんばんは、こんばんは。中学校卒業おめでとうございます。おめでとう、ありがとうございます。ネイルしてないですよ、ネイル何もしてないです。こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。卒業おめでとう。3月いっぱい JC、 3月いっぱいは JC だから、まだそう、楽しみますね、ありがとうございます。楽しみます。なんか肩が痛いみゆちゃんなら卒業、あ、本当ですか。中学校はね、体調大丈夫、体調大丈夫ですよ、今もうね、バッチリです、今は。ありがとうございます。とサータンが行方不明説なんか、あ、みゆが、あ、なんかそれ昨日言ってたわ。サータンが言ってた、言ってた、なんか行方不明っていうかね、言ってた、体調のこと言ってた、言ってた。卒業式から風邪からの公演だから、そう、なんかね、まず風邪をひいちゃったからね、寒すぎてもう風邪ひいて、で、治ってよかったです。かわいい、ありがとうございます。ありがとう。リボンがおしゃれ、リボンがおしゃれ、ありがとう。かわいいですよね、本当に最近12期の嘘はだんだんとし、お、嬉しい嬉しいです。6月の方になるけど握手会、お、本当ですか、楽しみ、もう楽しみです、待ってますね、ありがとう。こんばんみゆ、こんばんみゆ、元気そうなイメージあった。本当ですか、今はねめっちゃ元気ですよ、肩が痛いだけ昨日はこうお疲れ様でした、ありがとうございます、ありがとう。卒業おめでとうございます、ありがとうございます。新しいスマホからこんばんみゆ、こんばんみゆ、ありがとう。新しいスマホにしたんだね、久しぶり。昨日もですよね、昨日公園入ってましたよね、京香さんのペンライト2回生、そうですよね、ありがとうございます、ありがとう。こんにちは、こんにちは、おはみーたん、おはみーたん、かわいいね、ありがとう、ありがとう。青海さんの配信通知が心が揺らきましたが、この、え、本当にありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。え、青海さん見たい週末は20度で暑いくらい、あ、本当に暑いね、確かに、あったかいですね。12期もこれからも人気と実力をつけて、ありがとうございます、頑張りますね。にしてもよかった、君がコロナで倒れて、あ、そういうこと、もうね、あの風邪だったんですけど、もう全然大丈夫です。今みゆちゃん聞いて、先ほど19日の声当たって幕張の、お、本当に、本当に楽しみ、嬉しい、待ってます、嬉しい、めっちゃ嬉しいです、待ってます、イエーイ。あ、はみーたん、はみーたん、昨日初めてミータンコールしました、声が届くように発声ね、お、ありがとう。昨日ね、たくさんねミータンコールめっちゃ聞こえたし、本当にもうめちゃめちゃ嬉しかったです、ありがとうございます。おすミータン、メールにもブログにも載せてくれて嬉しい、あの、そう、みんなね見てるかなと思ってメールにも載せました。みゆさん、こんばんは、卒業おめでとうございます、ありがとうございます。みゆしきち、久しぶり、ありがとうございます、久しぶり、ありがとうございました。お洋服めっちゃ可愛い、ありがとうございます。いっぱい来ますね。僕はみーたんが中学生のうちに、あ、中学生のうちに好きな成分を、全然いいんですよ、それで、全然それでいいんですよなんかすごい顔が花の女子高校生、そう、 JK になります。キラキラ12期生で、そう、キラキラ来週はね、楽しみにしてます、楽しみにしてますね、楽しみ。こんにちは。ヘアピンもいいね、ヘアスタイルに、そう、ハマってて、で今日ね、最初ポニーテールをしようとしたんですよ。でもポニーテールをしたらちょっとね、変な風になっちゃってあ、なんか、あ、可愛いなゲストたくさんありがとうございます。なんかすごいポニーテールをしたら変な風になっちゃって、顔がね丸いのがすごい分かっちゃうようになっちゃってね変えました。高村さん、本当ですか、ちょっとすいません。4月の半ばでは君は16、早いな、もう、そうだよね、早いよね、やばいね、早い早い。おはみーたん、おはみーたん、ありがとうございます。こんにちは。暖かいと思ったら急に寒くなったもんね、今日も天気、そう、今日もね雨ですよね。あの、聞いてほしいんですよ皆さん、あの、昨日、あ、今日 DMM を見てたんですよ。そしたらなんか、あ、あれ、ダウト
歌い出しの時にあミヤが映ってると思って見たら顔がめちゃめちゃ丸くてまん丸で面白くてなんかうんまん丸だった。あはみたんはみたん声よかったら詩人になれなくての初めて生で見れる嬉しい本当にもうね嬉しい。じゃ楽しみにしててくださいね。この前のラポートは名前呼んでくあそう名前呼んだそう名前呼んでよありがとうございます。こんにちは。つみたん遅刻しないようにそうですね遅刻しないように早起き握手会待ってます。今週末のトーク会ねめちゃくちゃ楽しみ。いつぶりだ結構ぶりだよね楽しみですね。みゆきちに会いに名刺ねありがとうございました。次は握手会握手会だっけうんとあと4日で会えるのがね楽しみめっちゃ楽しい楽しみハートありがとうございます。え顔覚えてた覚えてますよ覚えてますよ。だってさなんだっけ覚えてます。あのトーク会の時にねもう覚えてます。トーク会の時に覚えてずっと覚えてますよ皆さん。ゲストありがとうございます。ペンライト振れなくて全然ありがとうございました。でも見に来てくれてリーナとミータンリーナさんとミータン両方通じに来たとかまずい気にしたのか本当にありがとうございます。ありがとうね。週末暑くなるのか会いに行く時の確かにえ楽しみだな。いろいろ楽しみちょっとね服とかね楽しみにしといてください。こんにちはこんにちは。うつみたんララポートで名刺もらうとき引っ張られていく引っ張られて確かにみんな結構引っ張られてた。でもありがとうございます。嬉しかったです。会いに来てくれて嬉しかった。19日当選おおめでとうございます。ありがとうね。ミータンコール待ってます。制服の目なかあそうですよねなかなかね鍋は美味しい鍋美味しいですよね。19日の制服の目コーンやっおおありがとうございます。もう見つけますね。ありがとうございます。明日の今頃は卒業式だけど3年間の思いと感謝を持ちながら望んでください。ミヤね泣きましたよ。そんなめっちゃ泣いてはないけど。ワイも19日のおおえいっぱい当たる。ありがとうございます。嬉しいねめっちゃ嬉しい。あのねたくさんミータンコールしてくださいいつも聞こえてますが。ゆうちゃんのいろんな髪型がそうたくさんね何の前が髪型しようかなと思って何の髪型をしようか次は編み込みとかをしようかな。お手紙書く時間がなかったから今度じゃでもねもうありがとうございます。すごい嬉しいです。手紙も今度楽しみに待ってます。ありがとうね。みーたんこんにちはこんにちは。卒業おめでとうありがとうございます。3月は会えるの断念したから6月会いに来てください。もう楽しみにしてます。ポニテもきっと可愛いからあそうポニテじゃあ今度しますね。今度っていうかしますうんします。おつみーたんおつみーたん今日も卒業式のポニーテールの写真あそっかポニーテールだったか卒業式ありがとうございます。なんかねあの外だったから光のさあれもいい感じに入って高校卒業したかと思ったあ中学校です中学校今は仕事で忙しいけど公演トーク会とみーちゃんにたくさん会えるしドラマもたくさん現地そうだよねもう楽しみにしてますね。ありがとう。顔丸くても可愛い顔丸くないありがとうございます。私はあ本当にでもねいつかね見に来てくれたら嬉しいです。丸が浅い本当ですか本当ですか。今日の夜ご飯食べに行こうかなって思ってあそうなの何食べに行くんですか。みーも食べに行きたいないいね食べに行くの。最近は何食べたっけラーメンとかそば食べに行きました最近は。はい丸いポニーテールしてね丸いポニーテールあお団子ってことお団子ってことかな昨日配信よくそう昨日結構さねなんか今日見たんですけど映っててめちゃめちゃ嬉しかったです。何がいいかえ何がいいかな何がいいかな。みゆは今はオムライスを食べたいです。オムライスどうかなオムライスそんなことないありがとうございます。ありがとう
こんにちは。昨日公演見ててやっぱりイリアちゃんにめっちゃ似てて好き。本当ですか？ありがとうございます。嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。お顔が丸い、身丸い、そうめっちゃ悪いなって思ったんですけど、まあいいかって。ちなみに卒業式の2日後には卒業旅行、あ、そうなんだ。広島いいね。にも行きたいですね。星のギフトありがとうございます。卒業おめでとう、ありがとう。おつみーたん、歌うまいですね。いつかカラオケ配信、そうよくしてるんですけど、なんか今日あのなんだっけ、あれがないんですよ。なんだっけ、イヤホンがなくて、どこ行ったんだろうって感じなんですけどね。うん、19日は3個子も、そう、こっちゃん、ここはちゃん、ここみん、3人、すごくない？全員ここがついてる。インスタ X に載せるか、インスタに載せるか、あ、そうなんですか。でも嬉しいです、いつも。3月19制服の目公演当たりました。私にとっては初めて生のミーティング、え、楽しみ。振ってくださると嬉しいです。ペンライト嬉しいな、ありがとうございます。こんにちは、昨日公演行きました。ありがとうございます。ありがとう。1回しか行ってないけど覚えているのかな。待ってね、なんかママから LINE が来ている。なになに、あ、手紙のギフトありがとうございます。でもね、なんか前来てくれて、来て行ったって言ってくれて嬉しかったです。ありがとうございます。みーちゃんが大きな声で喜んだけどめっちゃありがとうございます。待ってますね、ありがとう。近鉄バスでこっちゃんが遭遇、そうなんですよ、遭遇したって話。そう、え、じゃあなんか一番最初になんかね、みゆこっちゃんと帰ったんですよ。それで、あ、こっちゃんとみやびちゃんと帰って、でみゆはあのママと、今なんか名古屋駅とかでさ、あれやってるじゃないですか、ドラゴンズ、ドラゴンズのなんだっけ、あの写真、なんか色紙とか、色紙にサイン書いてあったりして、ボールとか置いてあって、それを見に行ったりしたり、服を見に行く予定でママと待ち合わせをして、あの行ったんですよ。そして近鉄パステで、かえ、あの服見よっかって言ってたら、通り過ぎようとして、なんかママがさつきちのことを見えたらママは気づいてなくて、じゃなんか何言ってるか自分でも分かんないんですけど、ママがあの子の服かわいいって言おうとしてたらしくて、そしてみゆが鏡に映ったさつきちを見て、なんか見たことあるって思ったら、えっと思って、さつきちじゃんって言って、さつきちって話して、さつきちのお母さんもいて、で2人、4人で話してて、そしてみゆがなんか、さつきちがこっちゃんもいるらしいよって言って、え、本当にって言って、周り見落として見渡したら、こっちゃんがいたんですよ。あのそこのお店じゃないんですけど、近くのお店にいて、めっちゃ話しました。嬉しくて、すごくないですか、偶然だよ、そんな偶然、同じ階でめちゃめちゃ近くて、そんな偶然あるって思いながら、めっちゃ嬉しかったです。制服の絵を見に行かないというように見出ししながら、ステージのみみゆきちゃん、え、見に来てください、ありがとうございます。おつみーたん、おつみーたん、19日当選、お、当選しましたか、楽しみ、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。中学生の、あ、中学の仲いいお友達とは離れ、そう、離れ離れになっちゃうんですけど、たくさん会えるといいねっては話してます。はい、こんにちは、初めてだけど話してくれ、ありがとうございます。ありがとうね、初めまして。ミート押しの状態は留年、もうね、ずっと押してくれて嬉しいです。もうずっと押してみるなんで、ありがとうございます。編み込みミータン絶対買う。そう、編み込みね、好きなんですよ。なんか編み込み好きなんですよ。本日の歌タイム、もしかしたら、あの、そうなんですか、なんかね、あれがないんですよ、イヤホンがなくて。今月4回目のせ、おお、4回目、ありがとうございます。ありがとうね、服かわいい、ね、そう、めっちゃかわいいですよね。ほら、いただいてね、かわいいの。こんにちは、こんにちは、中学卒業おめでとうございます。19日、そう、こっちゃん出るんだよ。初めてこっちゃんが出るときとみゆが出るとき一緒にさ、出演2人同じなの。ポジティブ体育してるみゆちゃんの姿、本当にできますか。みゆちゃんで見た目以上に面白そうと見た、あ、そうですか、面白そうですか、面白いのかな、え、面白いかな。こんにちは、こんにちは、
もうプロ感あります。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。幕張で楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうね。名前あの何々ですって言ってくださいね。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。じゃあそろそろ抜けるからまた遊びに来るの、今日も大好きだよ。じゃあアリュー、ありがとうございます。ありがとうね、バイバイ。みゆちゃんが今何食べたいもん、今食べたいもん、みゆはオムライスが食べたいですね今。うん、今日の夜ご飯なんだろう。ハートのギフトありがとうございます。握手会は噛み、そうめっちゃ噛みたいよ、噛みたいよ噛みたい。どういう風、ありがとうございます。なんかあのうん、名前皆さんね教えてくださいね。今日うちのお子さん、あそうなんですか、おめでとうございます。じゃあみゆと同い年かな。ラーメンはこってり派、せや、日によるんですけど、最近はあっさり派が好きで、前はこってり派が好きだったんですよ。見通しありがとうございます。ありがとう、こんにちは。名刺もありがとう。そう、熊崎さんの隣でしたよ。ありがとうございました。あのね、ドラゴンズのヘアピンをねつけてるのを見てね分かったのありがとうございました。やっぱ動いて話してるみゆきちが、あ、みゆきちさく、ありがとうございます。ありがとう、みーたん卒業おめでとう。ありがとうございますね。みーたんよくイヤホン、そう行方不明になるんですよ。ちょっと見てきます。ないですね。ないんですけど。こんにちは、こんばんは、みーたんありがとうございます。メールで送ってくれた、あ、そう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 なんですよ、ドラゴンズだね。こんにちは、ネイキュードラゴンズの、そうそうそう、みんな知ってるね。なんかすごい そうすごい偶然、そうすごいタイミングだよね。めちゃくちゃびっくりしたもん、なんかびっくりって思った。すごくない、すごすぎないですか。パスのメンバー遭遇率すごくない、本当にびっくり、すごすぎん。イヤホンないですね、ないです。どこに置いたっけハミータン、ハミータン、ありがとうございます。行動とか宿のパターン似てんのかな、すごいよね。松川みーちゃんが、え、本当ですか、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとう。にゅきちの、え、本当に嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。先週の日曜日だよね、パルコもよく、あ、そうなの、よくいるんですか。3月19日の公演はみゆちゃん多いかな、え、楽しみ、めちゃめちゃ楽しみ、あー楽しみ。こんにちは、そういえばみゆちゃんとさつきちゃんは前のアイドルグループで、そう一緒だったんですよ、一緒だったよ、さつきち。みーたん卒業おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、はみーたん、はみーたん、つみーたん、つみーたん、ってことはこっちゃんとなのかな、わかんないよまだね、楽しみにしといてくださいね。12期はみーたんと、嬉しい嬉しい、ありがとう、嬉しい、めっちゃ嬉しい。パオパオ行ったけどめっちゃ並んでたから、あ、そうなの、めっちゃ並んでた。みゆの妹もちょっと前、先日わかんないけど、先週らへんに友達と大須にね仲いい子で行ったらしいんですけど、その時パオパオ食べたけど結構並んでたらしくて、めっちゃ美味しかったって言ってた。こんにちは、片焼きそばとニラ玉作って、お、美味しそう、美味しそう。昼に、お、オムライスいいな、みーも食べたいんですよ。服めっちゃ可愛い、可愛いですよね、めっちゃ可愛い。え、なんかね、
あのベルトがねもっと可愛いんですよ。なんかこういうベルトでめっちゃ可愛いの。みゆちゃんこんばんは。こんばんは。3月19日は3月5日以来の当選で、ゆうねさん&あんずさん、こっちゃん&みーたんを初めて、楽しみ、ありがとうございます。嬉しい。もうみーたんコールたくさん楽しみにしてます。今回は少ししかお話できないからこっそり挨拶だけ行くね。あ、そうなんですか。でもありがとうございます。楽しみにしてます。配信聞きながら、パエリアめっちゃいい。あ、みーパエリアも好きなんですよ。パエリア、みーちゃんがいなくて寂しい。帰ってきましたよ。17日マリンさんとみーたん一部でマリンティー、あ、本当に。じゃあすぐ気づきます。お帰りなさい、ありがとうございます。昨日の公演とっても良かったです、ありがとうございます。今イヤホン持ってきてくれたんですよ。今どっかに置いてあったらしい。みゆまま、そうみゆまま来ましたね。もう今はいないけど、ママ画面外で頑張る。そう、画面外で頑張ってる。メンバー同士って名古屋でよく、あとね、誰に遭遇したっけ。うん、え、そんぐらいかな、会ったことがあるのは。同期はみーたん、そうやってきた。ママ画面参照して登場。え、何歌おうかな、何歌おう、何歌おう。まあ見るだけにやるから。え、なんかね、面白いんですよね。松川京也からちょっと面白いんですよ実は。そりゃ可愛い。その服で電子写真を、確かに絶対可愛いからね。うん、みゆきちのメールどんな感じ、まだ撮ってない、ごめん。あのね、今日はね、昨日ね忙しくて全然送れなくて、遅れてないか。なので今日はね、感想などを、昨日の感想など全部まとめて送って、あ、でもいつもは日常の話をしてます。はい。あはみーたん、はじめまして。はじめまして、前に公園で見て可愛くて、お、本当ですか、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。あ、ちょっと待って、ピノキオ軍歌おう。昨日もね、さくらさんと狼とプライドできて嬉しかったです。くまちゃんとドラゴンのクラブ早く実現してね。そう、なんか前ね、あのなんだっけ、あのビューティフル初お披露目の時に熊崎さんが、あの今度野球見に行こうねって言ってくださったんですよ。めっちゃ嬉しくないですか。すごく嬉しくてね。最近になってみーちゃんが前のアイドルグループと知らなく、全然いいんですよ、全然ありがとうございます。全然ありがとうございます。ゆずきちゃんとドーマー2、3回、え、そうなんですか。じゃあみゆもさ、行ったらさ会うかもしれないよね。確かに、ね、レインボースターありがとうございます。今日も清楚で可愛いですね、ありがとう。今回の新曲ね、鼻を高くして全身絶好調、近頃私絶好調、気分は上々絶好調、いつの間にやら絶好調、この鼻伸びっぱなし、ピノキオじゃん心配ないじゃん、ピノキオじゃん不安はないじゃん、ピノキオじゃんキラちゃんな、や鼻高じゃん突っ走ろうじゃん、鼻高じゃん行ってみようじゃん、鼻高じゃん楽しもうじゃん、今が旬だよ、圧倒的なパワーでねじ伏せろ、 Oh yeah 立ち戦、圧倒的に押して倒せ、あー運立て才能さ、いざ進め息になってる、いざ進め調子に乗ってる、いざ勢いだけでいざ進め、天下を取ろうぜ、イエイ、その字ダメになる、鍵口割れたて、さ
そんなことは一度も気にしないよ。ノーハンセ絶好調、今世紀最大絶好調、偶然絶望絶好調、前人未到絶好調、このままやり遂げろ、旗を今さあげろ、ビクトリー。ペンライトやもう音符などたくさんありがとうございます。みーちゃんのダンス大好き、ありがとうございます。ありがとう、こんばんは、こんばんは、ありがとう、たくさんパシパシありがとうございます、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます、イエーイ、ありがとう、ビクトリン、ビクトリー、え、かわいい絵文字ありがとうございます。なんかちゃんと歌えるか心配なのが多くて、全部ね、このジャンプ久しぶりに歌おうかな。2番歌えるかな。ちょっと、その存在気づかせてよ、ねえ愛しているなら全力でジャンプして、もっとクレイジー私にちょうだい、
なジャンプ、こなジャンプ、力の限り大事けり宙に浮かんで、心に秘めた思い、その一歩飛んでみて今。ねえ、愛しているなら思い切りジャンプして、他の誰より一番高く飛んでみせて、その存在気づかせてよ。ねえ、愛しているなら全力でジャンプして、もっとクレイジー私にちょうだい、呆れるくらい。お、赤ピンク水色の色のやつ、ありがとうございます。ありがとう、おつみたんおつみたん、ありがとうございます。ありがとう、パシパシたくさんありがとうございます。やっぱみえちゃんいい子だな、ありがとうございます。パシパシありがとうございます。イエーイ、ありがとう。楽しかったこのジャンプ、懐かしいですよね。ありがとうございます。ゲストもありがとう。 You love me ありがとうございます。コーンとても、お、本当ですか、ありがとう。可愛すぎてやばい、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。本当に嬉しいです。うーん、この歌でジャンプ煽ってたメンバー、あ、そうなんですかありがとうございます。ありがとうね。うーん、なんか歌える曲あるかな。なんかあやふやになっちゃいそうで歌いたいけどね。なんか久しぶりだけど、スタンドバイユー歌います。この歌大好きなんですよ。何回も通っているのに今まで気づかなかった。こんなところに咲いていた道端の花よ。突然今日心がハートしたよ。昨日より美しく見えたんだ。いつものスニーカーも僕も変わっていないのに、そこで立ち止まったのは季節のせいなのか。恋人はそばにいる、今はまだ友達でも、きっといつの日にか特別な人になるんだ。ドラマティックなことなんて何も起こらなくても、君とは
運命の巡り合いなんてオーバーなものじゃなくて、知り合ったのはいつ頃か忘れてるくらい、いつも見る景色に紛れていた、近すぎる愛しさを見落としてる。真っ白なマフラーや君の優しい微笑みがふと眩しく見えたのは、そういうタイミングか。恋愛は近くから知らぬ間に始まってるよ。意外な展開だし自覚症状はないんだ。少しずつ少しずつ愛が形になって、その気持ちも見つけるよ。あの日からスタンバイ you。 そう、誰もみんな本当はもう出会ってる。世界で一番愛し合えるその誰か、何があっても心配しなくていいんだ、君は一人じゃない。恋人はそばにいる、今はまだ友達でも、きっといつの日にか特別な人になるんだ。ドラマティックな ノンプロギフトもたくさんありがとうございます。もうみゆちゃん安定のスタンドバイユーも大好きなんですよ、この歌うめえな。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。中学校卒業おめでとう。ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。パチパチのギフトもありが、パチパチありがとうございます。たくさんありがとうございます。押してみよう、押してみよう。スタンドバイミーユー大好き、ありがとうございます。ありがとうね。今夜も歌声を聴けてることありがとうございます。ありがとう。桜の花びらたちリクエスト、あ、じゃああとラスト、ラスト歌います。じゃあスタパゾン、あ、そうなんですね。じゃあ今度無意識、無意識、無意識、無意識なんだっけ。このネタ前もね歌ったんですけど、ラストその歌を歌ってから公演のパフォーマンスも素晴らしい、ありがとうございます。見てそういうとこあるよね。ありがとうございます。ね、そうだよね。そう、卒業しました、中学校。うららかな日だまり、あとわずかの春のカレンダー、授業中
中見渡せば同じ制服着た仲間たちが大人に見える。それぞれの未来へと旅立ってゆくんだね。その背中に夢の羽が生えてる。桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く。私たちに明日の自由と勇気をくれるわ。桜の花びらたちが咲く頃、どこかで誰かがきっと祈ってる。新しい世界のドアを自分のその手で開くこと。喧嘩して電話して泣いたことあったね。悩んだ日がなぜか懐かしい。喜びも悲しみも傷には道のり。どんな時も一人じゃなかった。卒業写真の中、私は微笑んで過ぎる季節見送りたい。さよなら。涙の花びらたちがハラハラ、この頬を流れ落ちて歩き出す。青い空を見上げ大きく深呼吸しながら。涙の花びらたちがハラハラ、思い出のその分だけ美しく。目の前の大人の階段、一緒に登って手を振ろう。桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く。私たちに明日の自由と勇気をくれるわ。桜の花びらたちが咲く頃、どこかで誰かがきっと祈ってる。新しい世界のドアを自分のその手で開くこと。涙の花びらたちがハラハラ、この頬を流れ落ちて歩き出す。青い空を見上げ大きく深呼吸しながら。涙の花びらたちがハラハラ、思い出のその分だけ美しく。目の前手を振ろう。ありがとうございます。ありがとう、たくさんありがとうございます。パチパチありがとう、ありがとうございます。ミータの歌声とても素敵、ありがとうございます。ほんまいい歌声ありがとうございます。嬉しい。パチパチありがとう。忙しい、ありがとうございます。たくさん。みゆちゃん中学校卒業おめでとう、ありがとうございます。パチパチしみる、ありがとうございます。おめでとうございます、ありがとう。パチパチありがとうございます。たくさんギフトありがとうございます。嬉しいです。パチパチありがとうございます。じゃあ今から
壇上を読みます。卒業おめでとうありがとうございます。じゃあ13位の方、花をつけているツインテールの女の子、ありがとうございます。ありがとう。12位の方、ハートを持っているクマさん、ありがとうございます。11位の方、ハートを持っている妖精さん、ありがとうございます。10位の方、大阪のおばちゃん、ありがとうございます。と9位の方、いつも来てくれる七三分けをした女の子、ありがとうございます。8位の方、沢田香音さんのアバターの、タコとイカさん、ありがとうございます。7位の方と元気そうなハニワさん、ありがとうございます。6位の方、ハンギョドンの帽子をかぶった男の子、ありがとうございます。5位の方、目がクリクリな枝豆さん、ありがとうございます。4位の方、赤いロボットさん、ありがとうございます。3位の方、野球をしていそうな男の子、ありがとうございます。これってあれか、あ、そっか。2位の方、髪の毛が長い男の子、ありがとうございます。1位の方、ラッコさん、ありがとうございます。たくさんありがとうね、みえちゃん、本当にありがとう、ありがとう。こんばんは、3月2日公演で JC、 あ、J15、 本当ですか、ありがとうございます。ありがとう、みんなありがとうございますね、ありがとう、たくさん当たってくれてありがとう、ありがとうございます。では皆さん、まだまだ寒いので、と体調管理もしっかりして元気に過ごしましょう。では皆さん、本当にありがとうございました。たくさん歌も歌えて嬉しかったです。では皆さん、バイバイ、ありがとうございました、バイバイ。